こんばんは。ちょっと今回急遽動画撮ってるんですけれども、5月1日から全国大会が始まるっていう、この告知ですね。オールスター杯、一つだけ。なんで結構熾烈になるとは思うんですけれども、そんなことよりも、出場条件、このエントリー条件ですね。エントリー条件で、侍ジャパンの選手使えないんですよ。おいおい、マジかと思って。こちらね、今僕のリアタイオーダー、12球団オーダーなんですけれども、このセンターにね、柳田選手、侍ジャパン使ってるんですよ。正直ね、柳田選手は、一応外野手なんで、なんとかなるんですよ。なんとか。本当は使いたいんですけどね。なんとかなる。だけど、こちら投手ですね。投手。先発、侍ジャパンのマークが入ってます。これはね、もう無理だわ。もう無理なんで、ちょっと僕決めました。残り2日、ランキング走ります。はい。で、藤波選手取りますね。本当はね、今回のランキング走らなくていいわと思って、最高の気分だったんですけど、結局走ります。はい。もう毎回恒例、ランキング走って、取ります。藤波選手。ということでね、ランキング走ってる方、よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。